ございます。おはようございます。噂を聞きつけてついにこんなところまで侵入してしまいまして、すいません。お忙しいところ、札幌宅配弁当会のフィクサーということを伺ってやってまいりました。チムチムの代表中村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。フィクサーってちょっと待ってくださいね。いや、そのすごい女子アナみたいな生活リズムだっていう風にね、噂は回ってきてて、まあ、いつ寝てんだという感じだったんですけど、もうちょっと今日も明るい時間帯で、ね、こんな暗い部屋で毎日仕事をしてるっていうことなんですけど、チムチムっていうのはまず、名前の由来は皆さん気になると思うんですけど、すごいキャッチーで覚えやすいし、インパクトは残るし、素敵な名前だなと思うんですけど。ありがとうございます。はい。どういう経緯からというか。寝起きだけど大丈夫。いや別にその寝起きだからって変わる回答なんですかね、この質問って、っていうところはありますけど。大丈夫なんですけど。いや、すごい真面目な話。はい。私中村って言うんですけど。はい。中村をバラした名前で、はい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 、そう漢字をこう砕くという、そう、はい、中村の中を中と書いて、はいはい、で村の無、うんうん、の頭を取って、地と無で、で2回繰り返したっていう感じですね。PPAP のあの感じですね。なんか4文字にしたかったっていうのはあります。それは何か影響を受けたものが4文字とか何かありますか？ぬるま湯。ああ、バンドの、うん、ドラムを叩かれてる。そうですね。はいはいはい、はい、なんかそのちょうど収まる感じが自分の中ですごいしっくりきてるんで、それ4文字で何かできたらな、はいはい、そう、なんか食的なものの意味はあまり持たしたくなかったっていうのかな。はあ、うん、なんかこう、なんていうか、こう余白があるというかね、おにぎり屋さんとかじゃなくてっていう、その野望と中身のイメージを特に つながりは考えずに、キャッチーさで、おいしんぼ弁当とか、なんかそういう感じとかは仲間に、ああ大丈夫かな今。ちょっと弱いけど。ありがとうございました。わかりました。あれは由来についてはまずはありがとうございますというわけで、チムチムなんですけど、いつぐらいから事業は開始されてるんですか？はい、2008年だから16年前、はいはいはい、ぐらいからやってまして、ごちそうって言った。いや、これは恥ずかしいわ。いやいや、寝起きですよね。これは何の映画だろうな。いや、ずっと気になってたんだよね。見たことないんですか？いや、昔に見てどんなんだったかなーって。はいはい、うん、じゃあこっちもぜひね、今見てくれてる人はコマンドも合わせて、ただまあ、そんな中村さんにちょっと聞きたいんですけども、ギターも弾かれるんですね。そうなんです、最近はギターもはいはいやりつつ、うん、レシピ考えて。そうっすね。ああ、すごいですね、頭の中。うん、なんかどうなってるんですかね、階層は。インセプションみたいになってますかね。
足つぼに行ったら、ちょっと頭使いすぎてますとは言われました。はい、足からも、もう 足に出てる。頭使いすぎてるのが。出るんだ、足に。親指に出るって。特に。そう。痛かったですか、やっぱり。すっごい痛かった。泣きました、ジャイアントベビーとしては。ちょっと、あそこまでですかって言われちゃった。ね痛みにね、そんな負けるなっていうか、言うてもね、そんな経験しないですからね、痛いことって生きてれば、そんなには。いや、ちょっと、あれですよ、ギター弾くのにも支障が出ないように、こう、たまにはコマンドの、ね、ありがとうございます。口を見ながら、っていうとこなんですけど、チムチムを始めたきっかけって、ちなみに、どういったところから2008年でスタートされたんですかね。いや、これなんかちょっと真面目な話、はい、そのバンドで、ちょっと全国ツアーをずっと回ってた時にですね、はいはいはい、ちょっと体壊しちゃって、あら、すごい忙しかったですね、ギュッと、ちょっとこう、すごいタイトなスケジュールと、はい、まあ、ハードなスケジュールと、まあ、なかなかの土砂回り、まあ、必死だったんで、はい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 、やってたんですけど、いや、そうですよね、若い時はちょっとこう、体に支障が出てしまって、で、お医者さんにはもうバンドできないから諦めてくださいって言って、あら、そこまで最終通告みたいな、そうですね、それは、まあ、それが言われたのが何年ぐらいの話ですか。2007年、あら、はんはん、立ち上げの1年前という前年ぐらいな。そうだね、そうだね、すごいいろいろあったんですね、その2年間とか、ギュッと。そうそう、病気からの事業立ち上げってすごいすごいバウンドだと思うんですけど、そのエネルギーとかきっかけとか何でしょうね。いや、やっぱりなんかそのもうその時バンドで、はい、もう自分やってくんだみたいな、まあ、ある種こう自己表現みたいなところってあるじゃないですか、はい、でそれをずっと何十年もやってたので、やっぱりこう急にそれがなくなった時に、もうなんか散々バンドでこう過ごしてきて、はい、もうなんかいつの間にかこう社会不適合者になって、あ、シャッフルですね、シャッフル、そうですね、はいはい、シャッフル、だからもうどこにも勤められないし、はい、そうなんですよね、あの気持ち的に、はい、それをやっぱり 逆手にとってというか、なんかもう、それはかっこいい、なんかできることがないかなって、その病院のベッドでずっと考えてたんですよね、へえ、そしたらなんかその入院先がすごくなんかいい病院で、はい、いろいろ勉強させてくれるとこだったんですよ、はいはい、それでそこに栄養学っていう話があり、なんかその時もなんかなんだろう、知ってることはもちろんあったんだけど、はい、なんか自分が病気になってる体を介して、その話を聞いた時に、はい、なんかちょっと考え打たれちゃったっていう、ああやっぱりそこまでは一言というか、まさか自分にはっていうようなことが実際起きちゃうと、そうそうそう、実感してこう今まで響かなかったものがそうそうそう急にこう自分ごとになるっていうか、そう、しかもそれがなんかより詳しくなんかこう自分の中に入ってくることで、はい、あ、なんかそういうタイミングがあったんですね、スッとね、そうそう、それで、まあ、なんかこれでできないことはできないこと、できることなんかないかなと思って、でなんかその時残った病気が糖尿病で、なんかその看護師さんの話をいろいろ聞いてると、はい、なんかこう旦那さんが糖尿病のケースだと、はい、奥さんがその管理に疲れ果て、あ、
なんか離婚率が 70% なんですよっていうふうになんか、すごいそんな話を聞いて切なくないですか、それ病気の上で。そうそうそう、さらにサポートする家族も去る。そうそう、たけし映画みたいですね。もうだから俺の行く末がもうそんな花火、はいはい、だからなんか病気を救う人もさ、病気になってる人も去ることながら、うん、やっぱその奥様も、うん、何かサポートできることがないだろうかっていうのが、うん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 、ちょっと取っかかりだったんですよね。なるほどね、うん、そこの主婦の負担を減らしつつ簡単にね、簡単に、うん、まあ、手軽に手間がかかるところを代わりにチムチムが賄ってお届けしてるみたいな感じですね。そうそう、だから最初はなんかそのレシピとかそういうのをいろいろ考えようと思ったんだけど、うん、はいはい、まあ、ただの病人で料理のこう飲食をやってる経験もないのに、うん、まあ、何者だっていう話になるんじゃないですか。うん、何者かになってない時の動きって難しいですよね。そうそうそう勇気いるし、名乗るっていいのかみたいなね。そうそうそう、はいはいはい、だからその、うん、何者かにならないといけないので、そうですね。そう、それでこう自分が毎日その、まあ、レシピを考案できるように、うん、はい、まあ、経験も積めるように、うん、ほぼ毎日違うメニューのお弁当をずっと作り続けていこうっていうふうに思ったのが、すごい。したらそれで、ね、うまく続けられればどん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 こう、うん、レシピも増えていくし、そうですね、うん、財産というかね、そうそうそう、自分だけのレシピですからね。だけどなんかこうやっていくうちにこう料理ってそういうこう、うん、作ったものを構築していくっていうことじゃなくて、はいはい、やっぱりなんかこうなんかちょっと音楽にも似てて、うん、決まったものをどう作るかっていうことじゃなくて、はい、その体にいいっていう基本のラインの軸の中で、うん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 、いかにこうストレスなく思いつきで料理ができるか、はいはいはい、みたいなところがなんかこう生活習慣としては必要な料理なんだなっていうのがやっていくうちにすごい分かってきたんですよね。なるほどですね、うん、なんか深いな。そう、なんかハンバーグを作るっていうことじゃなくて、うん、ひき肉があるから、うんうん、あ、今日はハンバーグにしようっていう、はい、その、なんていうんですかね、うんうん、ハンバーグを作ろうっていうところではなく、はい、うんうんうん、ひき肉があるから、うん、ハンバーグにしようっていうところの、この微妙な流れが、要は冷蔵庫に何があって、はい、そこで何ができるのかっていうことを、皆さんともそれですごい苦労してると思うんですよね。うんうんうん、そうですね。そうそう、だからなんかそこをもっとこう具現化できたらいいな。はいはい、うん、でうちもやっぱりその、うん、安く食べてもらいたいので、はい、今おいくらでしたっけ。今1個590円。配達、宅配しかやってないんですよね。宅配しかやってない、日中というか昼、基本的には昼までの、そうですね、ところで、それで配達料は入れていくらですか。配達料は取ってないので。取ってない、はい、なぜだ。やっぱりそのなぜだ、その値段で行くためですか。そう、だからそのうちのお弁当っていうのはごちそうではなく、はい、その日常のご飯なので、うん、そこをうんうん、ハードルを高くすると、うん、やっぱり本末転倒な感じありますね。確かに。そうなんです。手軽っていうか身近に取り入れれるからこそルーティンにしてほしいっていう値段も込みで。確かに。でお客さんの中にはこれってどうやって作ってるんだろうとか、うんうんうん、いろいろ興味を持ってくれる人がいる、はい、そういう人がどんどんこう、ね、いてくれたらいいなと思いも含めて、うんうん、だから安く作るってことは皆さんがあの主婦の方々が、うん、まあ、
こう自分の家計の中でやりくりをするっていうのと全く同じ環境で僕もやってるんですよね。だからそこでじゃあ同じ環境の中でどういう幅を広げられるかとかっていうのをやっぱりこうなりわいとしてやってる僕がこう率先して皆さんにそういう情報を落とせるようになったらいいなっていうのが、そのお弁当が一番いいんじゃないかなっていうところだったんですよね。なるほど、すごい回り回って着地、見事な着地、やっぱりドラマーらしい回答といいますか、うん、ありがとうございますなんだよ。今お仕事終わりですか？はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あれ、チムチムの厨房の方ですか？はい。あ、毎日作ってらっしゃる？まあ毎日。ああ毎日のようにすごい量のお弁当作られてると思うんですけど、はい、まあ、やりがいを感じる時っていうのはどういう時になりますか？ちなみに1日こう、はい、ノルマを分しっかり終わらせれたら、はい、うんうん、よし、もう毎日がその積み重ねが、はい、じゃあそんな仕事がおそらくもう長くやられてると思うんですけど、長く続いてる秘訣って何かあるんですか？自分の中でルーティンにしてることだったりとか大事な。気づいたらこうなってたんで、何の特に、気づいたらなるぐらい、気づいたら今回になってたんで。ああ、勤めてる年月が どれぐらい、うん、もういらっしゃる。もうそうですね、そこスッと出ない出ない、ね、そこスッと出ないパターンあるんですか？はい、はい、まあ回答はないけど、まあなんかそれぐらいもう忘れたぐらい、どれぐらいもいるか分かんないぐらい、正確には、うん、もうそんなにいいじゃないかと、うん、これからとね、今が大事だよとですねあとはじゃあ最後ですね、なんかチムチムの PR ポイント、あるいはお兄さんのご自身の PR ポイントがあればお願いします。PR するようなこともないですか？特に本当にすごいおしゃれな帽子っていうか、いやいや、あのファッションが好きなんだなっていう感じがしますけど、いやいやいや、ないですよ特になんかこう出てくるものは